どうするんだ。こうなったらもう正攻法で行くしかないね。それはもう少しだけ待てないか。それがこの世界のルールなんだよ。僕がやろうとしてたのはこの世界を破壊すること。でもそれができなかったら従うしかないよ。決して本意ではないけれど、僕は一刻でも早く現実世界に戻りたいんだ。自分の価値と居場所を失わないためにもね。まだ調査は始まったばかりだろ。そんなに焦る必要なんて。いや、僕は一秒だって無駄にはしたくないんだ。一秒努力を怠れば、その分天才たちの背中は遠ざかる。これ以上離されたらきっと父の視界に移りすらしなくなる。今ほんのわずかだけ与えられている居場所すら僕はなくしてしまうんだ。頼む。もう少しだけ時間をくれ。まだ見落としがあるかもしれない。試してない手段が見つかるかもしれない。みんなで力を合わせて考えればきっと何か。ダメだ、時間が惜しい。東国は8人の関係が壊れて、いがみ合いが始まっても平気なわけないじゃないか。正直君たちと過ごす時間は楽しかったからね。みんなが一緒にいて、なんか長いことこういうのを望んでた。それなら。それでもダメだよ。ここは切らなきゃいけない。先延ばしにしたってどうせいつかは向かい合わなきゃいけないんだ。できるだけ早い方がいい。僕らに犯人探しをさせてバラバラにするのがこの世界の狙いかもしれない。やはり安易に仲違いを促すべきじゃない。世界が僕らに仲違いを望んでいるなら僕はそれに乗るよ。ゲームクリアに近づけるのなら絆の崩壊すらも厭わない。実は誰が原因かはもう薄々分かってるんだ。どうしてか分からないけど、でもどうしても失いたくないんだ。東国が脱出を急いでいるのも分かる。君が家族の中の自分の居場所を必死で守ろうとしてるのだって気持ちは想像できるよ。東国がやろうとしていることは自分のもう一つの居場所を壊すことでもあるんだよ。もう一つの居場所。そうだ、僕らは常に東国を求めてる。君がいなくなるとどうにも成り立たなくなると思うんだ。君は居場所を求めてるようだけど、もうここにあるんだよ。僕が欲しいのは君たちの中での居場所じゃないんだ。どうしたらいいんだ。二階堂。待って、二階堂。どうして逃げるんだ。この世界に来てから僕のこと避けてるよな。僕が何か気に障ることをしてしまったか。別に。じゃあ少しだけ話さないか。二階堂って東国と仲良かったよな。それがどうしたというの。東国が本格的に犯人探しを始めるみたいだ。東国は一刻も早くこの世界から出たがっている。僕だってこの世界から早く出たい。でもみんながお互いを疑い合うような、そんなことは絶対に嫌なんだ。昔みたいにみんなといられる今この瞬間がとても尊くて大切にしたいんだ。なあ
二階堂、どうすればいいと思う？どうすれば東国は思いとどまってくれると思う？東国さんは具体的には何て言ってるの？自分が求めているのは僕たち八人の中での居場所ではないって。そう、東国さんが論理的に私たちの切り捨てを最善解だと判断したなら、それを覆すことはできないわ。確かにそうだけど、これに関しては多分論理とかじゃない気がするんだ。東国は意地になってる。他の道が見えてない。今自分が進んでいる道が東国自身をも不幸にする道だって気づいていない。止めないと。東国さんが不幸になるからといってそれがあなたと関係あるの？あるよ。ないわけがない。どうして？どうしてって、僕は確かに自分のことすらちゃんとできないような頼りない人間だけど、だからって自分のことだけを考えたりはできない。全員を導いていきたい。みんなに対する責任を手放したくないんだ。僕にはみんなを導く義務がある。そう思っていたいんだ。ヒーローみたいだね。そう、あなたは本当に昔のあなただったのね。あ、ごめん二階堂、急に大きな声を出したりして。お父さんにぬいぐるみを買ってもらったんだ。え？東国さんが昔そう言ってたの。東国さんが物理を頑張ったらお父さんが褒めてくれてぬいぐるみを買ってくれるって話を嬉しそうによくしていたわ。君が桜井君？あ、はい、そうですが。娘とは仲良くしてくれてるみたいだね。いや、まあ最近はあまり話してないですが。まあ君の家も大変だろうからね。え？そうですかね。まあいい、私が話すことでもないだろうから。そういえばユリアさんすごいですね。基礎物理学賞だなんてすごすぎてとても同い年にも思えないです。ああ、ありがとう。まあそれも複雑でね。多分ユリアは基礎物理学賞のことなんか何とも思っていないんだ。表彰式の時も全然笑っていなかったし。え、表彰式見に行っていたんですか？少し遅刻はしたが会場にはいたよ。お祝いのぬいぐるみを抱えてね。結局渡せなかったの。どうして渡さなかったんですか？ユリアさんきっと喜んだのに。今さら父親面でお祝いなんてできないと思ってね。私は何もしていない。あの栄光はユリアが一人で勝ち取ったものだ。私は本当に何もしていないんだよ。最近は会話を交わすことすら稀だからね。どうしてユリアさんを遠ざけるんですか？昔からずっと迷っているんだ。ユリアを学問の道に引きずり込んでいいものかとね。この世界は厳しいんだ。孤独で静かで残酷だ。耐えられるものはそう多くはない。次女のジュリーのようなタイプはいいんだ。ジュリーは生まれついての物理の虜でね、世界に自分一人取り残されても構わず研究を続けるだろう。だがユリアは違う。あの子の幸せはきっとユリアのことを頼む。え、ちょっとやめてくださいよ。君にしか頼めないんだ。頼むって？また仲良くですか？あの子は強そうに見えるけどその実寂しがり屋なんだ。そうなんですか？むしろ孤独を望んでいるような気さえしてましたが。そうであろうと自分に言い聞かせているだけだよ。私はユリアの望むものを与えてあげられなかったか、求めても手に入らなかったから
意固地になっているんだろう。私ではダメなんだ。視野が狭すぎて、どうすればユリアを幸せにできるのか、まるでわからない。どうか、あの子に居場所を与えてやってくれないか。お願いだ。なんで、こんな大事なことを忘れてたんだろう。そんなことがあったのね。東国のお父さんが言っていた。僕にとっての大変なことっていうのは、よく思い出せないんだけどね。二階堂は何か覚えている？いえ、何も。そうだよな。まあ、とにかく今は思い出したことをすぐに東国に伝えてくる。本当にありがとう、二階堂。なんだい、こんな時間に。桜井君にしては非常識な行動だね。どうしても話したいことがあって。犯人探しをやめてほしいっていう話なら無駄だよ。僕は急いでいる。もう待てない。それはそうなんだけど、違うんだ。まずは僕が思い出した君のお父さんとの話について説明させてほしい。僕の父の話？東国は大切にされていたんだよ。ちょっとした行き違いで互いの思いが届いていなかっただけなんだ。お父さんは東国のことを大切に思っているよ。何それ、父が、父さんが僕を思ってる？ああ、お父さんの中にはいつだって変わらず東国の居場所がある。ちょっといなくなったくらいで失望されることはない。だから焦ってここを出て行こうとする必要なんてないんだ。お父さんは、東国が僕らの中にこそ居場所を見つけることを望んでいた。僕らだってそれを望んでいるよ。だから、昔みたいに8人で力を合わせよう。そうすれば、脱出の方法なんてすぐ見つかるはずだ。犯人を探して仲違いするよりも、そっちの方がよっぽど素敵だと思わないか？出て行って。え？今の僕は混乱してしまっているみたいだ。合理的な判断ができる気がしない。でも出て行ってくれ。分かった。こんな夜中に突然、本当にごめん。眠そうだね。少しね。こんな世界だ。町工事や優みたいに元気にいられるわけじゃない。東国さん、遅いね。ああ、まだ寝ているのかな。東国！東国！